Yeah.
司令官が間もなく到着します。いや、ここまで呼び出してすまないね。幹部からすでに聞いてると思うが、改めて私の口から伝えておく。君もこの組織にいて長いからよく理解してると思うが、我々は常に身体的かつ精神的に最適な戦闘能力を持つ人間を求めている。我々の組織は新陳代謝を繰り返し、地球の平和を維持するため、正義の名のもとに日々悪と戦い続けなければならない。なぜか、それが我々の仕事だからだ。結論から言う、君はもう若くない。君を本日限りでこの職務から退ける。これからは代わりの人間が君の職務を引き継ぐことになる。当たり前だが、時代は変わっていく。時代が変われば人も変わる。君はこれから他の誰でもなく、君の人生を生きるんだ。何、心配には及ばない。地球は我々が守る。あれは持ってきたか。
もうあれから10年か。俺にはあの日がまるで昨日のことのように思えるよ。なあリンダ、時々こんなことを思う。先輩、いやお前の兄さんは果たして本当に幸せだったのかと。もしもあの時そんなことばかり考える。でもあれが正しかったんだ。今はそう思う。そう思うようにしてる。先輩は先輩なりに職務を全うしたに違いない。お前の兄さんはな、地球を救ったんだ。自分の命と生き甲斐にな。ただ一点、先輩は人間として幸せだったのか。そこだけは今になってもわからない。先輩が死んで間もなく、お前がチームに加入した時は驚いたよ。お前にはどこか悲しさがあり、憎しみと怒りがあった。リンダ、幸せになれ。勝て。負けるんじゃねえ。自分の手で幸せを勝ち取るんだ。お前自身の愛と平和の実現のためにどうか戦い続けてほしい。いいかリンダ、一度しか言わねえ。言ってそれきりだ。悲しみなんかじゃ